会議には浜田知事をはじめ、県の長岡教育長や教育委員会のメンバーらが出席。今年度県内で懲戒処分を受けた教職員が6人に上ることが報告されました。内訳は免職が4人、停職が2人です。臨時教師に対するセクハラ行為や自動車の酒気帯び運転などが理由です。また不祥事の防止に向け取り組んでいる内容を県教委のホームページで公開していることが報告されました。